と思いました。さあそんな世界を目指すアースフレンズ BM の初陣です。 JHL2022-23 シーズン日本ハンドボールリーグ第2週第1日、アースフレンズ BM 対豊田合成ブルーファルコンの対戦です。そしてチャオシェンチャにマンマックがここはどうだ、しっかりとついている、ピボット通してシュートって、ここは決まりました。先制点は2番で山口祐希、バック村田龍移籍してきた選手、その村田からこの使い気味で、ここは得点決まりました。33番の川田潤、アースフレンズ BM の歴史を開いたのは33番ライトバック川田潤です。いや本当に内藤らしい、ゆうやらしいプレーでしたね。なるほど、そしてバラックスです。いやすごい、ブラインドからのアンダーハンドしゃくり上げの守りどころといったところを多分かなり見ていたんだと思います。さあそして速攻、小塩が取る、バックチェック、しかし早いぞ。そしてチャオも行く、チャオセンちゃんです。こういったところですよね、日本の選手たちのこういったところに挑んでおいった。さあそしてここはうまく一回転してシュートを突き刺しました、16番の内藤優也です。パスカット狙っている。さあここで入り込んでくる速いパス回し、そしてウィングラつけてシュート決まりました。ここはいい流れです、19番の田代健、やはり JHL 経験しているだけありますね。さあフレアシュート、ここは速い、取ってからが速かったフレアのシュートです。チャレンジが大事だなと思ってやってますね。なるほど。さあそしてここは間を割っていく、得点決まりました、14番の田中大輔です。になるアースフレンズ、さあ土井海斗がしっかりと守ってウィングラ付けて、ここはインを抜いた、ここも決まった、19番の田代健、すごい盛り上がるんですよね。さあディエゴマルティン、そしてナイスセーブ、もう一度リバウンドボールは豊田剛成です。海斗しっかりとディフェンスついている。高橋、ここは6番の上田勝弘の得点、攻守ともにチームを引っ張れる存在になりたいと話していました。さあそしてウィングラ付けて三輪薩摩、ここは余裕があります。18番の三輪薩摩、三輪薩摩はこれで自身連続です。今回までパスしか認められなくなっています。最大4回までのうちにシュートを打たないといけない。そして14番の田中大輔です。さあ後半がスタートいたしました。コートが変わります、サイドが変わります。右から左に攻めていくのが緑のユニフォームのアースフレンズ BM、 足の得点が上がっています。古谷のシュート、ここはキーパーセーブしている、矢作が引き継ぎ好調、そして三輪薩摩エンティーゴール投げ入れて決まりました、はい。さあそしてバラスケスが入っているんですが、バラスケスに対してはマンマークがついているところ、しかしここは3番の土井海斗、そしてそこからスピード上げていく村田から三輪薩摩、スピンシュート、しかしスピンシュートキャッチする藤戸亮介、これ難しいですよね。そうですね、よく読んでました。そして古谷です、17番の古谷雄星ね、牽制を入れてスピード、はい、相手のスピードを緩めるとか、はい、勝負どころを決めてそこまで持っていってもらうとかっていう、はい、キーパーとディフェンスの連携が、バラスケスがパスカット、山口パス交換、そして抜いていく腰をスカイプレイ、最後はバラスケス、サッシュの動く。さあこのまだ1人少ない時間帯をうまく生かしていきたいところですけれども、ここは豊田剛成がしっかりと得点しています。海外でのプレーを、まあ、希望しているそうです、川田です。そしてここはしっかりと決まりました、坂本選手2本連続でああいう、こうして、まあ、練習をしているなんていうのも、ね、ありますけれども。さあそしてここはよく決めました、シュート、16番の内藤です。本田を経てこのアースフレンズに入ってきました。アースフレンズと歴史を作るんだというふうに話しています。はい、彼もあの SMC ラボラトリーさんという、はい、真ん中に入ってくる。そしてディエゴマルティン、トイカイトー、トイカイトのそのシュート率が上がってきています。その通りです、ね、はい、いった、あっと、ここは藤戸ナイスセーブ、そしてもう一度リバウンド取って、ここは決め切った、99番の下岡雄一郎という印象が非常に強いチームです。そしてここはスカイミリってシュート決まった、ここは力強いぞ。33番最後は川田潤います。さあディエゴマルティンのトップ組のディフェンス、そしてその上からのシュートを神谷航平打ちましたけれども、ディフェンスに当たる。そしてディエゴマルティン速攻走っている、クラッチ入れて得点決まりました、42対21、ディエゴマルティンの得点です。元気を出して最後までウィジン、ここのパスはディエゴマルティン、そしてしっかりと走っている25番の中尾俊介、しっかり決めた、これで44点。そして後半の30分が終了しました、44対21、
アースフレンズ BM 対豊田合成ブルーファルコン、44対21で豊田合成ブルーファルコンが勝利いたしました。頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。